はい、パッドレッドローゲームチャンネルです。今日はですね、免許を取ろうやっていきたいと思います。あ、麻生麗華先生かな、こりゃ。私が教官の。これがね、卒業検定試験ですからね、最後ですね、実技検定の最後。で、あと学科試験があって、卒業試験があって終わりかなっていう。おはよう。はい、おはよう。教習を始めましょう。シートベルトは忘れちゃダメよ。それじゃあ、発進しましょう。次の角を左折してね。はい、左折します。あれ、ミッコ切れてる。で、右折します。ちょっと左に寄せて。もう一回これ言われんで。いつも通り行きましょう。で、右折します。そのまま、まっすぐ走行して。まっすぐ走行。ここはまあ、車来ることがないから、まあそんなに気にしなくていいかなって。次の角を右折してね。はい、右折。ウインカー出てますね。あれ、まあここも車来ないんで大丈夫。で、二速にして、で、ここ30キロ通る。ここ30キロ超えると自然とあれ減点食らうのかな。そのまままっすぐ走行してね。35キロぐらい出しても何も言われないんだけどね。教官は言わないけど、なんか判定は減点、減点判定とかそういうのありそうだよね。一時停止してちゃんと安全確認してね。はい、あ、ここ踏切待ちなかった。次の角を右折してね。次を右折。ちょっと右に寄せて。ちょっと右。次の角を左折してね。次の角を左折。結構難しいんだよね、このゲーム。バスが来てますが、ここで。もうちょっと左に寄せて。もうちょっと左か。1点限定。リラックスして。3点ぐらい。いつも通り行きましょう。あと17点まで失敗できるかなっていう。79点で不合格だから、やっぱり80点で右折。たまにああいうのがね、ある。次の角を左折してね。はい、ここで左折。このまま車来ないから大丈夫だ。で、50キロ超えるとスピード出しすぎだってアクセル緩めろって言われる。次の角を左折してね。ま
に学生もいないんで、けど見出しが多いんで、これがあるんですよ。そのまままっすぐ走行してね。まっすぐ走行してくださいって。のトラックが止まってんな。さっきっていうか、まあこれ結構やり直してんですよ。何回もやり直してるんで、さっきと状況が違うなって。さ、5回ぐらいやり直してんですけど、なかなかクリアできなくてね、断念してる。次の角を左折してね。次の角を左折。って言われちゃう。次の角を右折してね。そっか。まあこういう感じかなって。まあ、ここいつも赤信号で待たされるイメージがあるんですけど、今回は青信号。50キロ道路の。で、左折か。次の角を左折してね。OK。まあ、ちょっとね、工事の音でうるさいかもしれないですね。周りなんか工事してて。まあ、このプレイ動画にね、工事の音が入ってるのかどうかわかんないですけどね。まあ、入ってるよね、こんだけうるさければ。車が通ることはない。で、三速に入れてって言われちゃうんだよね。見えないか、とりあえず二速にして。で、ここで三速に入れておけば。で、ここで50、いい気になって50キロぐらい出しちゃうと、アクセルを緩めてって言われる。下り坂だから2速にして、次の角を左折してね。はい、次の角を左折。お、こういうことが、これ初めて。OK、確かまっすぐやってるような気がする。次の左、二つ目の角が一番難しいって。上からの視点じゃないとちょっと無理かなって。次の角を左折してね。内輪差に注意しなさい。ここがね、一番難しいんですよ。クラッチ切ってる、言ってなくクラッチを切って。クラッチ切ってます。ここが一番難しいんですよね。
超難しかった。次の角を左折してね。次の角を左折。いや難しいよ。今のなんかぶつかってなかったよ、あのトラックと車。ちょっとわかんない。失敗した。クラッチを切ってからよ。バスが走ってくれればいいって。あ、まっすぐ行くんだ。そのままよ。そのままよ。進路変更して、はい、サイドミラーを使って速報を確認するのよ。あ、こんな感じかな。三速に入れて。はい、三速。そのままよ。そのままよって。キープレフトよ。キープレフト、うん、ちょっと。だろうこれ81点ぐらいでなんとかなるかな。一時停止してちゃんと安全確認してね。はい、安全確認。どうでしょうこれで。ハンドブレーキを引いてね。オッケー。お疲れ様。あ、オッケーじゃない。まずまずの出来だったわよ。はい。82点ぐらいで。あ、80点。ああ、予想以上に高かったね。いや、長かったね。一応、プレイ時間は12分になってますけど、結構ね、休憩挟んで何回も10回ぐらいやったんで、総プレイ時間は1時間ぐらいです。まあ、12分で終わったんで、まあ、で、動画の、時間はね12分ですけど、1時間ぐらいやってましたね。お疲れ様でした。はい、ということで、まあとりあえずここでやめて学科試験で次やっていこうかなと思います。まあクリアできてよかったわ。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。